なく帰れない。今日は各関連する国会議員ばかりでなく省庁の担当者も一緒に来ておりますので、皆さん方から本当に現場のお話を聞くだけでなく聞いた中身を次の第二次補正を含む政府の対策にしっかりと盛り込みたいです。第一番目はやはり何と言っても水産業の振興、養殖漁業の整備もまだ手つかずの状況でございます。地盤を上げてこれを作り直す、すぐ魚新鮮なのを持ってきてもですね、冷やしておかないと、どこにも運べません。これ氷が一つのポイントになりますね。氷失格なまま持ってきても使えない、それは暗いんです。最初しないと、その施設もすぐないと。そういう予算をあの急いでつけますか。2時待ってたのでは、はい、あの今年に間に合わないんですか、はい、できるだけ早くもう作業にかかれるように何とでもしますから、何とでもしますから、あのもうやれることはもうどんどん始めてください。また瓦礫の処理につきましては撤去にはかなり時間を要する状況にあります。8月中にも一時的な集積所には移りしたいというのが、まあ、基本的な考え方になっております。なかなか釜石の中だけじゃあのとりあえずここに全部置いとくというスペースがないわけですか。ないですね。被災した、はい、あの田んぼとか、はいはい、そういったあの場所をですね、地上管理に、まあ、転用していくと、借りてでもやらないでしょうね。君だけ気をつけてください。はい、はい、広い場所があってそこで総理、はい、お願いあります、はい、あのね総理は辞めなくていいですから、ね、辞めないで頑張ってください。解散もしなくてもいいですよ。で、私はっきり言って自民党員です。そんなもの問題でないですから。本当は総理にここに来てほしくなかった、はっきり言って。そんな時間があるんだったら向こうにで早く金を予算を被災地にドンとやってほしいですよ。これは市民の声です。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さんで国の申し上げ黙祷をさせていただきたいと思います。まちづくりをするにあたってはビジョンを示さなければなりません。そのためにはどうしても土地の課題が出てきます。さて建てようと思ったら農業振興地域がかぶっております。この辺をトップなり、そういったのですぐにでも建てられるようにしてほしい。なかなかこの土地用の法律はあの厄介な法律になって、おりますけれども、なんとか皆さん方が行為したいというものが、障害にならないように、このままできますとこの地域は生活の糧を得ることができないという方の方が本当に必要な予算がどういうものかと聞かせていただきました。しっかりと二次補正に盛り込んでできるだけ早く手当てをしたい。